自閉症っていう障害があるんですけれども、あの知人がたまたまスペシャルオリンピックスをやっていて、こういうのがあるよって教えてくれて、まあ、一度やってみようかなと思って始めました。で初めはあのゲームができるようになるとは思ってなかったんですけど、だん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 やっぱりやっていくうちにいろんなことを見て学んで、うん、あのゲームにも参加できるようになって、うん、今では点が入るとやっぱ嬉しそうにこっちを見たりとか、そういうことも始めた頃には全然なかったので、うん、やっぱりこうなんていうんですかね、あのどんなちっちゃな成長でも認めてもらえるっていうか、まあ親も気づかないようなことでもコーチの方が、あこういうことができるようになったねとか、うん、小さいことをこう、うん、見つけてもらえるっていうか、なかなか気づかないことでも見てもらえるところが、うん、すごくいいなって思います。まあ、参加してた最初が子供が年齢が低かったこともあって、小学校2年生か3年生くらいだったので、当時サッカーやってた中では多分最年少くらいだったので、すごく周りの方が気にかけてくれて、いろいろこうこういう時ってどうしたらいいのかなってことも先輩のお母さん方がすごく親切に教えてくれて、うん、だん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 子供だけじゃなくて私も楽しめるようになったので、うん、よかったと思います。ファミリーも楽しめないとやっぱり長続きはしないとは思うので、アスリートが楽しむことも大事なんですけど、ファミリーもやっぱ楽しめるようにならないと、うん、続かないと思います。はい、そうですね、小学校の2年生ですから、そうなるとやっぱり学校とうちですか、そこしか話すことがないのが、たまたまこういう全然知らん子がおるところが来て、まあ今風に言えばコミュニケーションできたちですか、それが楽しくて話ができて、それでもう本人がもう来たいっつって始めたのがきっかけですけどね。やっぱりうちの子もそうだったけど、うちにおっちゃダメですね、とりあえず外出てみんなと一緒におるっていう、それやらしとかんとやっぱり次がないですからね。もう学校とうちだけじゃやっぱり限られた空間ですから、もう全然知らない人のとこポツンと入れられて一緒に、まあ遊びですよね、その子たちしてみれば、そういう風に広がってもらえればね、いいんじゃないかなと思うんですよ。こちらも楽しんでますから、リフレッシュで、本当にリフレッシュです。それで彼らのやっぱりだんだん成長も少しずつですけど、やっぱり分かりますから。で、4年生から始めてます。楽しいです。どんなとこが楽しい？試合やるところです。子供が、何事にも前向きに頑張る、頑張って最後までやり抜く力がついたことと、継続する力がついたことで、そのことがやっぱり日常生活にも反映されているなって思うことが多くあります。何でも頑張ってやる子に育ってきました。親にとってなんですけど、ありがたいなと思ってることがあって、やっぱりここにいる親御さんたちって皆さんやっぱり子供にすごく愛情を持って、日々本当に頑張って子育てしてるんです。だけどもやっぱりその親の力だけではどうしてもできないことがやっぱり出てくるんです、長い期間の間には。でそういった時にこちらのヘッドコーチとかコーチの皆さん、ここに関わってくださってる皆さんがやっぱりこうアドバイスしてくださったり、そういうことをアドバイスとか受けながら、親も子もやっぱりずっと成長してきていると思うし、すごく心強くって感謝しております。元気に人生楽しんでますはい、息子に良かったということは、まずうちの子っていうのは自閉症なんですよね。だから他と関わりがないんです。だから人の名前も覚えにくいでありまして、でここだとやっぱりこう仲間意識っていうのがありまして、やっぱりこうアスリートって呼ぶんですけど、で名前を覚えてくれたりとか、コーチの名前を覚えてくれたりとか、そういうのがすごくこの子が良かったなと思いますね。はい、あんまり口出ししないこと、うん、
だからあの息子の自主性をちょっと重んじて、そこをちょっとあのカバーしてやるぐらいですかね今は。はい、お母さん私たち口を出すと自分で考えることができなくなってくるっていうのがありまして、なんか何でもお母さんが手を出しちゃうともうあのアスリートもそんな風になっちゃう、うん、お母さんがいないとどこにも行けないとか何もできないとかそういうなっちゃうの でここに来たら、お母さんって口出しできないんですね、うん、だからあのコーチの方にお任せしてやっぱりその子供の自主性を重んじてくださるっていうのがありまして、だからそこがすごくあの親と離れてできるのがなかなかないじゃないですか。この子たちはどこでも一緒についていかないとできないんですよ、うん、でもここだとあのお母さんから手を離れて、うん、生き生きできる場所があるっていうのがすごくあのいいなと思います、うん、私の息子も知的障害を持っているので、そこであのスペシャルオリンピックスのことを聞いて、まあ、連れてきて最初は見てたんですけど、なんか自分もなんか一緒になって動きたくなってだなっていうことがあって、そこからはちょっとコーチとして入るようになりました。アスリートたちも一生懸命やっているそういう姿を見れるっていうのがなんかすごい楽しいっていうか、最初は全然できなかった子たちがもう見る見るできるようになっていく、走れるようになっていく、他の競技もできるようになっていくっていうのを見ているととても楽しいスペシャルオリンピックだなというふうには思ってますね。はい。今陸上でやってる一人の子がもうまっすぐに走れなくてすぐにどっかに行ってしまう、そういう子がいたんだけれども、もうその子と一緒について走っていくだけで今はもうトラックのラインの中を走れるようになってきたっていう。だから最初はもうなんとかしなきゃっていうふうに思いがあったけれども、やっぱりアスリート自身も少しずつ成長してくるっていうのがもう目に見えてくるっていうことがあって、もうとてもそういったところは成長していく実感っていうのか、もう目の当たりにして見えたかなというふうには思いますね。はい。陸上は走るのは好きです。走るのは走ったり速くする。最初はですね、やっぱり正直言って戸惑いましたね。もう陸上の僕経験が全くないもんですから、何をやっていいのかもうさっぱり分からず、ね、ましてね、やっぱり知的にやっぱり障害持ってる子だもんで、どういうふうに関わっていいのかも分からずに、まあね、一からまあ勉強して、ほんでまあコーチクリニックとかにも参加させてもらって、でそういうノウハウを頭に聞き込んで、それからやったんですけど、そしたらまあだんだん自分自身、やれそうかな、自信がなんとなくふつふつ湧いてきて、これじゃあ続けますわと、安川さんじゃあやりますと、で今日に至ったわけなんですけどね、はい、やりがいはありますよね、うん、まあなんていうの、彼たちと一緒にこうね、まあ僕も一社会人ですので、いろいろ会社とかでストレスとかそういうのあったら、まあストレスの発散にもなるし、彼たちの触れ合いにもなるし、自分自身ね、彼らたちにも教えられるものがやっぱりいっぱいあるんですよ。ですからまあお互いにね、彼たちと切磋琢磨してこれからもずっと続けられたらいいかなと考えてますけどね。はい。人を抜かすのがやる気満々で、どうしても抜かしたいと思う。ここのスペシャルオリンピックに入ると。少し友達は抜かせるようになりました。このスペシャルオリンピックスは楽しく面白くて、その楽しさと面白さが合わさって
真剣に走るようになってきました。